サウサンプトン男爵は、グレートブリテン貴族の男爵位。グラフトン公爵フィッツロイ家の分流である、チャールズ・フィッツロイが1780人に除されたのに、始まる。初代男爵、チャールズ・フィッツロイ初代サウサンプトン男爵に除される、チャールズ・フィッツロイは、第二代グラフトン公爵チャールズ・フィッツロイの三男、オーガスタス・フィッツロイ教の三男であり、第三代グラフトン公爵オーガスタス・フィッツロイの 弟にあたる。彼は陸軍軍人や庶民院議員を務めた後、1780年10月17日にグレートブリテン貴族ハンプシャー州におけるサウサンプトンのサウサンプトン男爵に助せられた。サウサンプトンの爵位名はグラフトン公爵家の姉妹家であるクリーブランド公爵家がサウサンプトン公爵くらいとサウサンプトン白爵,ササンン爵を合わせ持っていたことに由来する。 三大サウサンプトン男爵チャールズ・フィッツロイの次男、エドワード・フィッツロイは、1928年から1943年にかけて、庶民院議長を務めており、その妻、ミュリエル・フィッツロイは、夫の死後に、初代ダベントリー女子爵に著されている。一方、サウサンプトン男爵位は三大サウサンプトン男爵の、長男チャールズ・フィッツロイに継承され、 親から子への直径で2016年現在まで継承され続けている。その子にあたる5代男爵チャールズは貴族法制定の翌年に爵位一大放棄を行っている。現在の当主はその孫にあたる7代サウサンプトン男爵エドワード・フィッツロイである。一族の邸宅はデボン州チャグフォード近郊のストーンクロスハウス。ありがとうございます。